年代行くよ。あれ、これはもしかして AT フィールド発動中か？あ、なんだかよくわかんない。そんな発動しちゃうの？あ、まあ、ただちょっとあこっち側にあの鳥山さんっていうあのアルコールの AT フィールド発動してる人がいますけど。はい、今回のメインイベント初号機発動します。初号機どこ行ったんだろう、エヴァンゲリオンの。めっちゃ褒めてください。取れ高高えな。箱根最高。いや、ね、高原台行くよ。どこは？クロタマゴ初号機発動でございます。はい、あっけらかんと見ておりますね。あってない。ただ初号機を冷たい目で見る鳥山さん、あれあらジェームズボンドですね。初号機発動エヴァンゲリオン。何それ。何か保管計画とかそういうのを企んでると思ってるのか。いや、企んでますよ。あ、やっぱりそうですか。これはやばい、めっちゃやばいやつじゃないですか。ま、マリさんどうですか、得はマリさん。事務所通られた。タマゴ。タマゴ誰ですか。皮むかないで。皮むかないで。この黒タマゴのために光は黒い衣装を着てきたんですよね。そうなんです。黒タマゴ。黒タマゴが黒いんだ。そういうことですね。黒なんですか。あれか、じゃあ、ユニット黒です。皆さんの魂をそちらの卵に保管していただいて。タマタマタマ。あんまりふざけてると鳥山さん、あの魂抜けちゃいますからね。じゃあ、いただきますってやってもらってみましょうかね。はい、タマタマ、待ってて、タマタマ。10年も人類保管計画に乾杯。黒タマゴです。なんだそれ。7年寿命が伸びます。まだあったかいね。あったかいですよ。ちょっと割っちゃってください。綺麗に剥けるかな。あったかい、あったかい。あ、綺麗に剥ける。あ、本当だ。さすが相澤君、やります。早いです。抜くのは得意なんです。早抜き選手権1位はイケメン相澤さんでした。そうですね、知らなかった選手権。選手権辞職してください。暑いよ。高い高い。でも塩がついてるって書いたんだから。塩は、いや、すいません、塩はここだから。初号機の説明になっちゃう。これすごい、なんか延命長寿の卵って書いてある。あ、そうなんですね。さっきやって、はい、塩、すいません。もう、徳川真理さん、
一番最初に食べてしまいました。ミネラルが世界一の味。やべ、すげえかけすぎた。どうですか、実食して。美味しい。美味しいですか。気をつけないといけないんだけど。あ、初号機いきまーす。美味しい。美味しい。7年長いです。7年らしいですけど。嬉しいな。黒卵の横で黒卵を食べるって。ね、ゴリアクあるぞ、ゴリアク。一生ついていきます。3年半。なんかでも昔、ね、黒卵お土産に持って帰っちゃったんですか。この時期だったらいいよ。何か、このあったかいやつじゃなくて、多分冷えたやつ。じゃんけん。じゃあうまくあれ、宿で温めて保管してみてください。そうですね。鳥山務保管計画開始でございます。ハイボールとかありますか。どうですか、ゆきさん。はい、じゃんけん。はい、すごい。さすが持ってるな。14年長生き。滝並まり役こと徳川美希さん。まりさん持ってるわ。卵の埋蔵金を貯蓄しました。卵を貯蓄したから。やっぱりシーズン2はね、ナレーションジョースターでいくとやっぱり面白みがねあるそうですが、卵の方埋蔵ちょっと初号機様、されてますが、マリ様、ちょっと見解をどうぞ。無茶ぶりはやめろっつってますよ。まあ、一応新人ですからね。後で見るときにすっげえ面白いと思いますよ。貯蔵ですか。はい、貯蔵、埋蔵金知ってますか。場所、ね、知ってます、知ってます。徳は埋蔵金ね。そうです、うん、場所知ってます。どこですか。いや、教えられないです。ああ、まあ、ちなみに後で解説しますが、この近くに埋蔵金がある可能性がありますが、結局賞味期限の埋蔵金が切れちゃいました。お土産で買ったのに消費期限が明日までって、これどないになってないんだ。これ埋蔵できないじゃんっていう感じですね。埋蔵できへん。その場用なんですよ。この場用だな。まあ、これはあれですかね、裸一貫でやり直してこいってことですよね。そういうこと、うん、ちょっと取れだと長すぎなんで、そろそろカットで。ずっと食べ続け。はい、というわけでまたカメラ回りましたが、保管計画失敗の巻が始まりました。失敗した。内装しちゃう。持って帰るというわけはないんだよ。明日までよ。ちゃんと確認してから買ってくださいね。食べちゃう。よし、じゃあじゃんけんだ。じゃんけんしましょう。黒卵じゃんけん。全員ね。ダメですよ。入んなきゃダメです。埋蔵金じゃんけん。最初の罰ゲームはじゃんけんぽん。よし。よしじゃない。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。なんか根気なつ。大人じゃんけん決まらない。やった、おいしい。4人残りました。持ってる。さあ、これはあれですね。黒卵2人と女性2人が戦うっていうわけで、いや、じゃあやってください。お願いします。もう1回。はい、寄ったの。すいません。あとこの3人でだからちゃんと。これ、ソリさんと当たりそうじゃない。多分負けますよ。多分負けます。あー、勝ったー。勝ってから3人で。はい、ちなみにプロデューサーも入っちゃってます。じゃあ保管させていただきます。ありがとうございます。あれ、最初でじゃんけんぽい。あれ、ほら、勝ったら食べないと。3個目。優しい。徳川マリさんは
コスプレをしておりますが、すやっぱりじゃんけんも人類保管計画完了でございます。絶対作るよね。まだ言ってる。桜の卵の。それ食べてダメだ。なんかおかしいぞ。え？あれ卵食べたら若返った感じですか？若返った。若返った。あれなんかイケメンになってます。チャラくなってきた。7年若返った。ちょっともうちょっと溶かしてもらってずれないかどうか確かめてください。これ結構ちょっと前髪さん引っ張ってもらっていいですか？いやいや、髪の毛痛い後ろ髪もちょっとセクシーな感じでいいっすよね。卵で若返ったってもしかしてもしかしてもしかして頭引っ張ってないからね。嘘つきですか？いや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 、子供のいじめじゃないから何を言ってた？ジョニーディップ？言ってないから。ジョニーディップとジョニーディップは友達に言うからちょっと雰囲気が違うかも。俺分かりましたよ。だけど卵食べると結構あのいろいろなタンパク質を摂取できて、まあ鳥山さんあれじゃないですか、髪の毛保管計画ですか？だからいっぱい卵が、こんなに髪の毛生えちゃったんですね。ウサギの毛みたいな。ちょっともう一回ちょっと溶かしてもらっていいですか？相沢さん触らない。頭さ溶かして頭さ溶かして頭は触っちゃった。ダメですって。あ、触るなと言われました。頭触っちゃった。じゃあどの面下げてるんだっていうことですかね。どの面下げてる。どうですか、髪の毛ああやって守ってますけど向こうで、はい、どう思いますか？いや欲しいっすね、私。薄いんで多分あれっすね。コメントがあの YouTube の遠藤チャンネルに似てますね。この方に来ました。皆様どうでしょうか、気分は最高でしょうか？天気最高です。最高でーす。イエーイ。そうですね、まあ、皆さん結構笑顔ですが、あれ一名なんかあれロンギネスの槍をねなんか持ってる。いや今日は君たちに会えて本当に僕は嬉しい。皆さんロープウェイで一人で乗ってもらいましょうかね。じゃあ行きましょう。その中にあと九頭竜神社というのがありますけど、それはまたそれで後ほど行きますので、よろしくお願いします。ちなみにそうです、ここはこの花咲夜姫を祀る神社です。あー、お咲夜姫なんですね。何かやってくるのかなと感じつつ、ね、富士山の方へ向かってチャクラを開いています。